はい、こんにちは。3月21日土曜日のアンサーの時間です。私、原が進行します。よろしくお願いします。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 または fmgino1 ではツイキャスト、 YouTube での音声と映像のネット配信をしています。 FM ギノワのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、この番組はですね、子育てのお悩みとか、世の中の話題、いろいろおしゃべりしていく内容ではあるんですけど、まだメールの方がまた少ないのでですね、自分勝手に考えてはやっているんですけど、こういうの知りたいなっていうのがありましたら、どうか教えてください。一応私は保育士をしていますので、子育てのお悩みとかですね、ちょっとした面白い話とか、男はどんな子育てしたらいいかとか、こういう時起こってしまうとか、こういうのも、で私なりに相談を受けることができますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではですね、コロナウイルスの方がたくさん流行っていますね。どうですかね、皆さん。明日の綾橋マラソンもですね、中止になりまして、その次のマラソンも中止になっております。で、中止になってもこの払ったお金は払い戻しされないっていうのが現状ですね。そうなんですかね。沖縄の方はまだ、何名かな、まだ10名もまだ満たない数なのかな、まだ確認はしていないんですけど、でも、ね、他の都道府県、海外の方でものすごいですね、何万人とか出ていますね。でも沖縄は出ていないって、2、3週間前のテレビでしたかね。確か沖縄なんかあったかいからこの進行が遅いのかねというふうに話はしていたんですけど、まあそれも原因になるんですかね。まあそれはそれで沖縄はとてもいいことではあると思うんですけど、でも確実に沖縄にもこの観光客は減っていますよね。この時期だったらもう本当にそこら辺中国人のレンタカーが多くてね、道も混んだりするんですけども、気づいてみたら3月だけど道すいすいですよね。おかしいなもんですね。沖縄の方でもあれですかね、もうお店潰れるところとか出てくるのかな、ね。まあ、沖縄の人はねあんまり気にしないというか、まあ気にしないといけないんですけど、ね、注意をしながらまあ過ごしてはいると思うんですけど、でもね、韓国とか中国も他のところも渡航禁止とかね、本当に厳しいものでは、ね、この日本に住むビザが切れてももう更新できないとかね、なかなか手厳しいこともやってはいるんですけど、まあそれも致し方ないのかなと思いつつ、でも世界のこの対応を見ると、まあそれが当たり前なのかなと。ね、いざね、自分たちがこういう立場になったらどうなるのかなと思うと心は痛いんですけどね。でも、東京オリンピックもありますし、まあ正直東京オリンピックをまあ開催しないといけないっていうのが一番強いのかなと。一個人としては思うんですけど、皆さんどうですかね。そんなの失礼だよっていう人も中にはいるとは思うんですけど、でもこのね、オリンピック、この4年間のためにね、一生懸命頑張ってきたものがこのコロナで全部なくなるとなるとね、高校野球も甲子園とかのレベルではないですからね。でも甲子園も中止になって寂しいものですね。プロ野球も延期になってもいるし、なんか無観客っていうのがなんか流行語になりそうな感じがしますね。無観客とコロナウイルス、あんまりいい話ではないですね。では1曲目いきたいと思います。 EXILE の優しい光。
慣れすぎたらダメだ。コーナー作ったらいいんじゃないですか。コーナー。最近コーナー。子育てのお悩み。そのネタが。あ、ネタじゃない。ネタは最初は誰かしらからちょっと提供してもらって、で多分来るようになったら多分そこからどんどん。最初のあれなんですよね。最初の一人がやっぱ。どうなんですかね。一年経ったし、じゃあ見る人も増えてるし、なんかこの前 YouTube のコメントに、なんですかね、なんかナイスみたいなやつ。外国人の方からなんか来てましたよ。へぇ、なんすかね、なんかグッド見てるみたいな。イエーイ。徐々に、ね、長い。外国人、そう、 YouTube はもう全世界なので、やっぱだから一応みんな聞いてはいるんですけどね。そう、でも沖縄は自由には負けるんだよね。FM 沖縄か、地域はなっていう人いたんだよね。よいしょ。半分くらいか。そうですね。体だって。最初はね、一番怖かったんですけどね。疲れた。仕事帰りですか、コロナの影響は大丈夫ですか。今のところないですね。ただ卒園式がちょっと寂しくなったぐらい。ああ。だけどそんなにないかな、まだいっぱい出てくるんでしょうね。だって大和は保育園とか幼稚園も自粛でしょう。どっかの子ども園でも出ましたもんね。はい、コロナ、園長先生がコロナになって、はい、神戸だったかな、はい。何してくれんや。いや大丈夫ね。この後 CM 行きますね。はい。こんなに見ると俺も死んでるね。お金に出てくればいいよ。CM こういう感じです。 CM2 分、これの次でした。これの次の次。次の次。これの次です。だよね。いつの間違い。はい。
どうでした、どうでしたかね。懐かしい曲でしたね。エコザイルの最初の曲でございます。はい、ではですね、また私原がアンサーの方を進行していきます。よろしくお願いします。で、コロナウイルスですね、中止の方がもうたくさんあるんですけど、この食べ物屋さん、お土産品店とかですね、そこら辺もすごいらしいですね。なんか国の方がそれで助成金とかでね、どうにか補助しようかとかっていうことも出ているみたいですけど、まあお金でも補助できるようなレベルではないような気もしますけどね。で、沖縄まだいいんですよね。こういうまだ被害とかがまた全国に比べて少ないですけど、これがね、北海道、大阪、兵庫とかね、もうそこら辺になるともうどんななんですかね。お客さんとかいるのかなと思って、まあ心配にはなりますね。で、またこの全国大会もだんだん中止になってね、またこのためにね、学生さんたち一生懸命やっているのに、まあそれだけで中止になる、それだけでもないですけどね。まあどうにかね、早く週ね、このおとなしくなって、まあみんながまたいつものようにやっていけたらいいなとは思うんですけど。はい、ということでまた次ですね。はい、曲のお話なんですけど、この賛美歌とかってみんな聞いたことありますかね。賛美歌で、まあ単純明快、みんなが聞いたことあるっていうのはクリスマスですね。クリスマスの曲は基本的に賛美歌ですね。思い出せないんですけど、皆さんがよく聞く曲ですね。それも賛美歌ではあります。だから賛美歌はですね、身近な曲ではあります。ただね、これは、何を言おうとしたんだっけな。この賛美歌っていうのに、この知識がないっていうだけであって、結構いい曲もあるんですよ。で、またこの大人向けもあるし、またこれを崩した子供向けもありまして、子供向けの方は、まあ、どっちかというと、もう本当にストレートに内容を伝えるような感じではありますね。でもたまにこの職場の方でも、この大人向けに近いものを歌う時もありますが、この賛美歌を歌うのがまたゴスペルとかなんですけど、まだゴスペルがですね、意外といいんですよ。この教会とかでですね、全米とかで活躍しているこのグループとかがね、ちょこちょこ遊びに来るんですよ、沖縄に。で、優しいですね。これがまた無料で聴けるということで、一度聞きに行こうと思ったんですけどね、それが朝6時とか7時とかだったので、面倒くさくて行かなかったんですけど、ちょっと残念ですね。ゴスペルって聞いたことありますかね。ゴスペルとってもいい歌声ですよね。それがこの本場のプロで、この人気がある人たちが生で聴ける。まあそう思うと、ちょっと教会行っていいかなっていう、ちょっとひねくれた考えではあるんですけど、だけどね、そのことをこの知り合いの方に言ったら、それでもいいから来てちょうだいって言うんですよ。本当に優しい人たちですね。普通なら来るなっていうのにね。いやいや、ですので、この意外とこのゴスペル、この賛美歌っていうのも歌う人、この本当にポロとかが歌うのとても綺麗ですよ。まあぜひ聞いてみてください。はい、ということでですね、もう3月も、もう3月、もう21か、もうラスト1週間弱になりました。早いものですね。皆さん4月、あ、そうか、普通は1月から12月ですよね。まあですけどね、この教育関係とかの人たちにとっては3月が末なんですよ。4月が頭で3月が末なので、それでちょっと話を進行していきましょうね。どうですかね、この
目標とかは達成できましたかね。ちょっと考えておいてくださいね。2曲目いきたいと思います。 EXILE の道です。10分とかなるんですよね。寝たかな今まで10分。寝たかな今10分。やばい。寝た切れた。ちゅうときがあったからいいや。話しながら話しする。中学生のアイドルに教えてあげるの。中学生のアイドルとか一生懸命考えちゃってるのに。ああ。ね、もう悩みながら肩やこっちで、はい、ネタが切れたって。でも昨日高校合格発表したって。どんなでした？分かんない。あ、受か、自分が大きくなっちゃったから分かったけど、うん、同級生の子供はね、うん、私はそれを何も知られてない。でも今年あれだったんですよね、行けなかったんですよね、このネットで、うん、そうだ。そう、そういう話とかもじゃん。コロナの影響で、影響で、そう。張り出しはなかったっていう話ですね。今でもネットだよね、大学は。だから、パソコンで待つんですよね。あ、時間になったら、ピッて言ったら番号がピピピピ。うん、塩甘いとか。さあどうしよう。でやってるけどさ、私は三日後も飲めやろ。三日後生なんだけど、何も考えてないんだけど。三日後半、十四日。何も考えてない。三日後は生放送やって、これは来週。これ21日。あ、21日です。うん。よっしゃー。少し考えよう。14日ホワイトデーですよ。そう、あ、そう、そうだよ。うん、ホワイトデー、いいよ。バレンタインの話もしてなかったです。言ってたね、はい、ホワイトで男いな。ホワイトでなんで企業が作ったものなの。ホワイトでなんで企業が作ったものだよ。一応ね、来月の予約どうしようと思ったから作ったものだよ。男が返すことにしようって。それを言ったらどういうわけですかね。YouTube を見てると分からないんですよね、こんなこと言ってた。あと40秒くらいで終わります。あ、そろそろ、はい、休憩時間終わり。はい、エグザイルの道でした。はい、私原がアンサーを放送しています。よろしくお願いします。ということでですね、
今年の目標はどうでしたかということでしたね。達成した方はどうかな。仕事で達成したって言っても、あくまでも通り道ですからね。目標っていうのは、なくならないものですから、少しでもね、これに近づけていけたらいいのかなとは思うんですけど、そうですね、この、自分的にも目標に達成できたかっていうと、なんとなくいったかなって感じですね。せっかく的にも、根詰めてもしょうがないかなっていうのが、自分の考えではあるんですけどね。だけどこれはきちっとやろうとする人にとっては、で、じわじわじいする一言なんでしょうね。本当に。でも、自分の頭が壊れるぐらいまでやろうとは自分は思わないですね。仕方がないさ。回り道して、どうにかそこについていけばいいなっていう、これが自分の考えなんですけどね。今はパワハラとかね、セクハラとかいろいろありますから、その中で生きていくためには、これを何ハラと思わないっていうのもまた大切なものかなと、個人的には思っていますが、皆さんはどうでしょうか。はい。ということで、21日。でしたっけ、高校発表でしたっけね、皆さんどうでしたかね。そうですね、今はもう張り出すところがないですよね。もう随分前のニュースでは何でしたかね、八重山の方ではまだ紙の方で発表はしていましたけどね、沖縄本土の方ではもうネットとかですよね。パソコンの方でやるっていう形、ちょっと寂しいではありますけどね。そう言われても自分も自分でなんじゃろうなっていう合格発表でしたからね。自分の場合は寝ていて友達から電話かかってきたのかな。お前受かっていたよと言われて、そうなのっていうことで、それで見に行ったっていうのがですね。で、後から友達来たら、お前受かってるよ、友達から聞いたって言われてから、お前嬉しくないのかって言われてから、受かったんだなと思ったって思ったんですけど、後から考えたらゾッとしますよね。あの時の倍率を考えると、よう受かったなって大人になって冷や汗もんになります。あの時は根拠のない自信ですかね。それで平気だったんですけど、今は根拠のない自信がですね、とても怖いです。あの時の自信の方が。はい。でも寂しいものですね。早くこういう高校発表、大学発表もみんなで一緒に胴分けとかしてね、やりたいものです。大学でも高校でもね、部活のね、この誘いとかもどんどんもう賑やかにやるとかね、こんな時期に早くなってほしいなとは思いますが、本当に一人一人体調気をつけていけばいいのかなと個人的には思います。はい、では3月21日土曜日の放送の方ももうそろそろ終わりになってきました。さあ今週の内容もどうでしたかね。一人で考えて一人で喋ってるのでね、内容がちょっと大変ではあるんですけど、皆さんが聞きやすいように考えていきたいと思うので、何か、でも、いいでも、うーでも、一言でもいいですから、メールがあるとですね、それで広げていきたいと思います。で、また子育てのお悩みとかですね、簡単なことでもいいです。鼻水吹かないとか、そんなものでもいいです。それで話、ね、どう対応していいかとか、笑い話に持っていくとかっていう方向にもできますのでね、はい。では、アンサーの方ですね。私、原の方が進行していきました。3月21日土曜日ですね。もうそろそろ放送が終わります。では、皆さん、お元気にお過ごしください。では、皆さん、さようなら。
今でしょ。いや、19人見てる。おー。増えてる。